ブルーのチリッドは、イタリアカステラン・マーレディス・タービア出身の、元サッカー選手。現役時代のポジションは DF。レッチーナ・カルチョのユースで育ったチリッドは1996から97シーズンに、ローンで移籍したセリエ C1 のトリカーゼ・カルチョで初めて、トップチームでプレーする。2シーズンのレンタル中リーグ1054試合に、出場した後、レッチーナに戻るとそのシーズン32試合に、 出場した。翌シーズンも同様の活躍を見せると、冬にインテル・ミラノに引き抜かれた。インテルでも出番をもらったが、結局2001から02シーズンに US レッチェへ移籍、さらに同年冬にはフルスレッチーナにレンタル、翌シーズンから2年間 AC、シエーナにレンタルとチームを転々とする。2005から06シーズンからは、ギリシャの X アテネ FC へ移籍、 久々にヨーロッパ大会の舞台へ戻る。2006から07シーズンは AC ミランを UEFA チャンピオンズリーグで完封するなど活躍し2007から08シーズンにスペインのレバンテ・ユーリーに移籍した。しかしレバンテでは給料未納やジャンニ・デビアージ監督の鋼鉄など問題が多く発生し冬になると他の主力選手同様に移籍。 再びレッジーナでプレーしている。2015年1月4日、レッジーナに再び復帰。同年9月に現役引退を表明した。ありがとうございます。